今日は膝の痛みがある人の動画です。膝の痛みある人はだいたいハムストリング、ね、太ももの後ろの方が硬い人が多いので、相澤くんはどんな感じか見てみましょう。ちょっと前屈してみてください。相澤くんは硬いですね。前屈するともう膝曲がっちゃって、ハムストリングがここになりますよね。ここ硬い、ここ硬いってことはお腹も張ってるよね。曲げるときにここが硬いってことは、ものすごいこの筋肉負担がかかる。ここ膝のこの筋肉の太ももの付着部はここにあります。ここに負担がかかっているので、ここが硬い人は曲げるだけで、あ、いいよ。膝を曲げる動作をするだけで膝に負担がかかります。ですから今日もハムストリングですね。後ろ側の筋肉をちょっと治療していきましょう。まあ、当然膝をこう緩めているときは筋肉が柔らかいので、まあ、揉みやすいし、揉まれる側もそんなに、なんだろう、痛みを感じないで揉めるので、最初、揉み始めは全然負けてる状態で始めてあげた方がいいかもしれないね。少しずつ膝を、その時にこれ、施術する人は絶対こう手を離さない。この人がもうこの手に足を完全に預けてる状態にしてあげてくださいね。伸ばしていくと、足をこう伸ばしていく筋肉がだんだん伸びてくる。伸びてくると、少しここにテンションが強めにかかるよね。あ、もう今日ちょっとだいぶ緩んでるね。よいしょ。内側、外側で、あと完全に外側なんだけど、まあ今日はまず裏側、完全に裏側からいこう。膝が痛いっていう人は、膝が痛いっていう人は、まあ、当然本人は膝が痛いからぶつけたのかなとか、なんか膝の付近の筋肉が、だから膝の付近ってことは膝の前の筋肉が何か弱っちゃったのかなとか、ぶつけたのかなとか、いろんなこと思うんだけど、膝に負担がかかってるから痛みが出てるっていうことが多いです、すごく。で、膝の負担って何だろうと思うと、まあ、まずは一個体重。うん、あとは、うん、まあ、その軟骨のすり減りとかね。あともう一個、その後ろ側の筋肉が常にこの状態で固まってる。この筋肉が突っ張っちゃって、膝が曲がってる状態。これが普通の位置になっちゃうと、膝をこう伸ばすっていうこの作業、歩いてる時のこの伸ばすって作業の時にものすごい負担がかかる、前にね。だから膝の痛みを取るために太ももの裏側の筋肉を緩めてあげるっていうことをするだけで、膝の曲げ伸ばしがすごく楽になって、え、なんだろう、膝痛くないなっていう場合がすごくあります。前にも言ったけど、ストレッチ、自分のね、お家でストレッチするときも、まずこうやってマッサージをした後にストレッチをすると、ものすごく伸びます。深いところまでこう伸びていくので、ぜひそれをお勧めします。もちろんハムストリングね、太ももの後ろ側の筋肉は背部全体、太ももの筋肉って大きいから背中全体にも関与してるから、腰痛がある人なんかもハムストリングの硬さを取ってあげるのもいいし、膝の痛みが強い人もハムストリングの硬さを取ってあげるのもいいし、なんだろう、お尻とハムストリングが硬くなると、やっぱいろんな痛みが出ること多いよね。
で、その痛みが出るのがハムストリングとかお尻じゃなくて、膝が痛くなったり、腰が痛くなったりっていう、なんだろう、そことは違う、まあ、近い筋肉ではあるんだけど、だからどうしても痛いから、膝を直接揉んでほしいとか、腰を直接揉んでほしいっていう風になるんだけど、まあ、その方が気持ちいいからいいんだけど、やっぱその治療って意味で、治していくって意味では、どこに原因があるのかっていうのを、やっぱ探ってやってあげることが重要だね。マザー君は特に内側が相当張ってるので、で、割とここは痛い場所でもあるから、あんまり、親指立ててグッて突っ込むような施術じゃない方が、まあ、やられてる側も楽かな。はい、じゃあ今度は少しストレッチ行きましょう。ぐーっと行きます。そうそう。で、ハムストリング。で、これは、やる側がぐーってやったらもう、ものすごい力かかっちゃって痛みが出ちゃうことがあるので、優しく行きます。息止めない。ちょっと押して。そう、押して。はい、抜いて。そう。はい、自分で押して。いいと思うよ。そう。はい、はぁ。そう、少し伸びたね。はい、じわっと押す。それ痛いんだね。そう、自分で加減しながら押して、で、結構強い力で押していいよ。はい、抜く。おー、いいね。少し膝曲がってもいいからね。ここが痛いんでしょ俺の肩が。伸ばして、膝。あ、こっち硬っ！なんで？ね。乗っけて、完全に。まあ、力かけなくていいよ。痛い？平気？はい、グー。ね。全然曲がんない、こっち。なるほどね。はい、グッと。そう。はい、抜く。いいよ。いっぺんにやんなくていいよ。もっと一回、力抜いて。そう。はい、かけて、グー。お、いいね。はい、抜いて。もっといいよ、せーの。はい、ぐー。はい、抜く。そう。はい、もう一回ラスト、せーの。ぐー。はい、抜く。はい、このままキープ。そう、抜いて。そう。このまま押さないから、このままするから、そのまま力抜いてて。そう。OK。これストレッチやるときは、例えば、これ片足ずつやるのが、まあ、鉄則というか、なんでかっていうと、片足だけ上げれば、骨盤が下に残ってるから、骨盤がめくり上がらないでしょ？こっちの足が伸びてるってことは骨盤はこのままあるんだけど、両足をこれもし、いっぺんに持ち上げると、骨盤も一気にこう持ち上がっちゃうよね。そうするとハムストリングのストレッチにならない。まあ、入る、背中全体のストレッチにはなるから、これはこれでもいいんだけど、背中の、そしていいんだけど、骨盤が上がってきてるから、骨盤を、よ。ね、こっちを下げた状態。骨盤まだ上がってきてないよね。まあ、硬い人は、このままぐっと持ち上げたら、当然こっちも上がってくるから、お、やるか。そう、こうなってくると、当然骨盤上がってきちゃうから、ストレッチはそこでおしまいね。でもこっちはやる感じだね。
そうだね。これ、足がこっち開かないように。これカメラ映ってる？もうちょいこっちから撮れる、こう。そう。これ、何もしなければ足がこっち開いてるから、これだと伸びてこないから、しっかり。そうそう。そうすると骨盤がまずなるから。そうそうそう。この時点で、そうするともうあんまりこれ以上いかないよね。でもこれが正しいというか、正しいハムスリングのストレッチというかね。そうそうそう。こっちに逃がさない。逃がさないで押さえておく。ね。OK。ストレッチをかけて、まあ、最初マッサージをしました。ストレッチをしました。じゃあちょっとさっきのビフォーアフターでアフター見てみましょう。はい、施術が終わって、ちょっとまたじゃあ、相沢くんに前屈してもらいましょう。どうぞ。やってみましょう。どうぞ。あ、だいぶ伸びたね。そうそう。で、これ。これぐらい、ハムストリングが伸びてくると、やっぱ膝にかかる負担が減るから、まあ、走るのもそうだし、歩くのもそうだし、まあ、膝への負担が減るので、膝の痛みがある人は、まあ、こういう感じで、ハムストリングの施術をすると、いいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。登録者数1万人目指して頑張るぞ！おー！